こんなやついねえだろ。おい天狗、仕事中なんだしちゃんとやろうぜ。あ、話しかけてくんなよ。あの子なんか嫌な感じよね。若手のくせに生意気よね。俺の名は天狗、入社2年目の若手営業マンだ。おい天狗、公務中に何見てんだよ。いよいよ明後日は展示会だ。三人ともよろしく頼む。はい。よし、じゃあ、いずれパンフェ。ここはグレーカンパニー。営業第6課。こいつは新入社員のゆとり。可愛がってやってる後輩だが、生意気だ。こいつは同期のブラック。営業成績は常にトップクラスだが、いつも俺は比較されて怒られる。この人はホワイト課長。俺のことを評価しないし、何も分かっていない上司だ。人間関係は面倒だが、会社で働いている以上、彼らとも関わらないといけない。これはサラリーマンの宿命だ。というわけで、お前が発注していたパンフレット、重大な記載ミスが発覚した。え、なんでちゃんと確認しなかったんだ。もう2000部すべて擦り終えてるんだぞ。申し訳ございません。すでに外注先からパンフレットは届いてしまっている。俺たちで修正箇所に全部シールを貼り直すしかないな。皆さん本当にすみません。まあ起きたことはしょうがない。二度とやんなよ。はい、配布する展示会は明後日ですもんね。まあ立て何とかしましょう。よし、緊急事態だ、急ごう。はい。ところで天狗はどこに行ったんだ。あ、おい天狗ちょっと来い。おい天狗。あ、はいはいはい。というわけで今日朝遅くまで作業してもらう。緊急事態だから頼むぞ。はい、はい。あー、せっかく早く帰ってゲームしようと思ってたのに、お前のせいで。せっかく俺の、これ以上攻めても仕方ないだろ。あー、よし、だいぶ片付いてきたな。いいペースですね。皆さん本当にすいません。あー、疲れたー。じゃあみんな今日はこの辺にしよう。明日もよろしく頼む。はい。おはようおはよう。お前、俺らが掃除当番なんだからもうちょっと早く、はい、この部屋ホコリやべえな。俺アレルギーなんだよ。それなら綺麗にするためにお前も手伝え。俺昨日起きてたゴミ拾ったよ。おはよう。あ、おはようございます。おー、頑張ってんな。風邪ですか。おはあ、グレーカンパニー営業第6課です。おい、前のところ商品使いづれんだよ。どうなってんだよ。え、お前社員だろ、説明しろよ。やったのは私じゃなくて。お前名前は。あ、いや、名前名乗れ。知らないです、失礼します。クレーマーはこうしてやるのが一番だな。はい、グレーカンパニー。おい、てめえふざけんな、舐めてんのか。おい、あ、いや、はい、グレーカンパニーブラックです。お前の会社どうなってんだよ。さっきのやつ出せ。先ほどのと言いますと、お客様の経緯をお伺いします。申し訳ございませんでした、失礼します。おい天狗、お前のせいで大問題になりかけたんだぞ。え、マジで。俺ちゃんと対応したんだけどな。クレーマーって本当にいるんだな。怖えな。あ、やべ、これ間違えてた。あれ、それ俺が前に言ったやつじゃん。ほら言ったじゃん。ほらほら。てか天狗さ、仕事中だし匂いすごいからそれやめた方がいいんじゃない。まあ大丈夫っしょ。おい天狗、おはよう。何つまみなんか食ってんだよ。あー、社長もよろしければ、一つどうぞ。いらねえ、業務中なんだからしまっとけ。はいはいはい。じゃあこれ確認して回しとけ。はい。ほら天狗、出してもらった今年度の自己評価だが、あ、はい、俺の点数、本当にそう思うか。え、特にチームワークのところもう一回よく考え直せ。はあ、はい。なんで正当に評価してくれないんだろう。今日でシール貼りも終わりそうだな。お願いします。あれ天狗は昼に営業に行くって出て行きましたけど。ああ、じゃあ電話してみるか。おい天狗今どこだよ。家ですけど。はぁ、なんで勝手に帰ってんだよ。営業先が家から近かったので。ふざけんな、連絡ぐらいしろよ。え、ダメなんですか。今までこういうケースがなかったので。ああ、次から気をつけます。はぁ、今日もみんなで作業するって言っただろ。ああ、いや、まあ1時間以上かかるんですけど、行った方がいいですかね。じゃあもういいよ。ああ、じゃあすいません、失礼します。天狗はもう帰って、今日は来ないらしい。え、よし、これでごまかしたな。おい天狗はやってくれたな。何ですか。お前の発注した資料でまた記載ミスだよ。ええ、この前ゆとりので注意したばっかだろ。え、でも一応ブラックとかにも確認してもらってて。地担当はお前だろ。僕は外注先に相当確認するように言っといたんですけどね。いや、おかしいですね。お前の確認不足だろ。とにかく時間ないし、またみんなでやらないと。いや、ほんとおかしいっすね。確認したのにな。なんでだろうな。よし、みんなあとちょっとだ、頑張ろう。はい。あー、疲れた。そういえばメーカー勤務の友達に聞いたんですけど、残業ゼロでボーナス67らしいんですよ。いやー、そんな世界もあるんですね。あれ、皆さんどうしたんですか。
ちょっとゆとり、僕にあれだけ言っといて自分も同じミスするんですね。え、ああふざけんなよ。今日せっかく早く帰ってジム行こうと思ってたのに。あー俺帰っていい？ちょっと皆さんもうちょっと手伝ってくださいよ。なんでそんなに意地悪するんですか？だって天狗さんいつもこうじゃないですか。お前にいつもされてきたことに対して俺たちがどんな気持ちだったか分かるか？こういうことしてっから嫌われるんだ。え同じミスとかありえねえ。別に俺のミスじゃないし、いらね。じゃあ残りはお前一人でやっとけよ。待って、そんな。じゃあダメ。なんでそこはよ。夢か、俺って嫌われてんのかな。おはよう。すまん、手伝うよ。いや、もう終わるし、いいよ。おう。あ、課長、そのはすいませんでした。あ、もういいよいいよ。あの、ゆとり、この前はすべてごめんな。まあ、困ったことがあったら言ってくれよ。あ、はい、大丈夫です。よし、今日は展示会だな。なんとか間に合ってよかったよ。ブラック、ゆとり、ありがとう。はい。よし、じゃあ準備始めよう。はい。なんだこの動画、こんなやついねえだろ。仕事中なんだからちゃんとやりなよ。はうるせえ。おい黒田、仕事中だろ。いや、すいません。何スマホ見てんの。あ、ちょっと休憩中でして。いいから来い。はい。あの子なんか嫌な感じよね。